お前ら、タンジーさんの秘密兵器なんだってな。だからどうした？あんたには関係ない。口の悪い新人だな。人のこと言えた柄じゃねえけど。草薙京、あんたのことは知っている。俺は力の加減が下手くそで、しょっちゅうじいさんに怒られる。頼むから死ぬ前に逃げてくれよ。おいおい、あのじいさんの弟子にまともなのはいねえのかよ。草薙流の継承者よ。適当に負けたふりをしろ、この毒素野郎。用があるのは決勝だ。そこまでいちいち勝つ時間がもったいない。おい、さっさと返事をしろ。こいつ相当痛いやつじゃないのか。世界配信中に堂々と八百長を持ちかけるとは、度胸がいいのかバカなのか。ち、マーキン野郎には理解不能か。まったくクソめんどくさい仕事だ。そっちの事情はどうでもいいが、オフィシャル選抜ってんだから相当楽しませてくれるんだろうな。対戦相手を楽しませるだと？理解に苦しむ。頭がおかしいのか。おそらく頭部にダメージを食らいすぎだ。こういうやつは運営が事前に調べて不参加にすべきだ。クソが。相も変わらず世界中に喧嘩売ってるような佇まいで。八神、お前友達いねえだろ。ごたくはいい。なるほど、調子良さそうじゃねえか。まずは貴様を焼き尽くす。死ね、草薙京。了解、サクッと燃やしてやるよ。八神流の継承者か。とっとと棄権しろ。結果の分かりきった戦いをするほど俺は暇じゃない。鬱陶しいハエだな。目障りだ。何なんだ、言葉が通じないのか。クソが。まったく頭のイカれた連中ばかりが集まってやがる。そもそもこんなイカれた毒素野郎どもは首輪でもつけて檻の中に入れておくべきだ。胸に刻んでおけ。それが貴様の最後の言葉だ。おお、この殺気は。お主相当業が深い。あの青年が原因かの？貴様には関係のないことだ。やつは俺が殺す。邪魔をするならその命ここで散らすことになるぞ。うん、お主本当は現状を楽しんでおるんではないか。だからあの青年を殺さない。違うかの？くだらん。その溢れ出る色気、大会に花を添えるには十分すぎます。マドモアゼ。ありがとう。知ってるわよ、あなた電気の坊やね。私をご存知とは身に余る光栄。存分にしびれさせてくれるんでしょう。仰せのままに。またひょろっこいのが出てきたな。コスプレイヤーってのはちょっと苦手だけど、そこまでクオリティ高いと感心するよ。よくわからないな。お前のようなチャラチャラした男は私の世界では生きていけない。ここは平和なんだな。おう、じゃあ試してみなよ。チャラチャラしてるだけかどうか。人は見かけじゃわからないぜ。これこれ、この健康美いいね。素晴らしい、ミスサリナ。ほへ、モデルさんでしたっけ？副業でちょっとね。今度一緒に出てみる？パスタみたいな方ですね。パスタ？うん、パスタそっくり。おいムエタイ、我が柔道こそ日の丸にふさわしい。言ってくれるじゃねえか、金メダリスト。この上東様が負けるわけねえだろ。ならば試してみよう。おっしゃ、サクサク行くぜ。うわ、柔道か。アリス立ち技ばっか練習してて、投げ技寝技はまだまだなんだよね。ほう、わしの技は素人にはちときついかもしれんぞ。お主受け身は取れるのであろうな。それは大丈夫。大きい人相手にどう効率的にダメージを与えるか、戦術が大事なのね。ん？お主勝つ気でおるのか。それではこちらも失礼のないよう全力で挑ませていただく。覚悟！カモン！行くぞ極限流。お主の全てを見せてみろ。よし、相手にとって不足なし、気力全開。最初から飛ばしていくぞ、ダイモンゴロー。望むところよ。キング、俺と共に来てくれ。それはどういう意味なの？お前の足技、それを支える強靭な四肢、そして精神力、どれをとっても一級品だ。門下生たちにとって
最高の手本となると思うんだ。ああ、そういうことね。そりゃそうよね。びっくりした。俺が勝ったら嫌でも引き受けてもらうぜ。うん、考えとくわ、坂崎さん。ギーズ、貴様のような奴には決して屈しないこの魂、これこそが極限流の真髄だ。おお、ならばその魂とやらを私に見せてみ、いつぞえのように。おお、全ての気力を叩き込む。かかってこい、無敵の竜。極限竜最後の日にしてくれるわ。なんや、けったいな格好やな。アニメのキャラか。拙者は忍法でござる。あ、いや、忍法を修行中でござる。忍者かいな。ちょっと微妙に間違ってないか。心配無用でござる、バッチリでござるよ。そうなんか。まあわいも霞切りと頭突きぐらいしか知らんしな。今まで全く会うたことないタイプのおっさんやな。ウヌラの操る気は空気を媒介するエネルギーの波か、もしくは純粋な電磁気力か。ああ、こら間違いなくめんどくさいタイプのあれやな。最強の虎よ、最強とは相対的な概念であり無意味ということを知れ。あかん、聞いててもしゃあない気するわ。ごちゃごちゃやっとらんでさっさと始めようか。ゆりちゃんもだいぶ強くなったし、一丁本気の本気を出してみようか。ちょっと、それって今まで手抜いてたってこと？ちゃうちゃう、今までは本気、これからは本気の本気や。よくわかんないけど、ロバートさんにもお兄ちゃんにも負けるつもりなんて全くないんだから。おお、気合いや。ほな行くで、勝負や。あれも、ユリちゃんではないか。今回タクマ殿は参加なさらんのか。うん、結構体もガタが来てるみたいよ。古傷だらけだしね。道場やお店の経営も大変って言ってた。さすがのミスター空手も年には勝てんか。さすがにお兄ちゃんやロバートさんみたいにはいかないみたい。まだまだ強いんだけどね。私には及ばないけど。ごめんね、キングさん、今回はお兄ちゃんのお手伝い。気にしなくていいわ、もともと極限流とは戦ってきたわけだし。そういえばお兄ちゃんが道場の特別師範をやってほしいみたいなこと言ってたよ。そういうのは好きじゃないな。とりあえず試合終わってから考えるよ。あんたが噂の用心棒かい。どのような噂かは存じ上げませんが、おそらくあなたのおっしゃる通りですよ。そういうあなたも確かミスタービッグ様のバウンサーをしていた。元だよ元。今の私はしがないバーの店長さん。元でも結構です。ぜひ先輩バウンサーとしてご指導いただけますか。ああ、仮に私があなたを倒してしまっても落ち込まないでください。しがない店長なのですから。いい根性してるね、あんた。怪我しても知らないよ。ビリーカーン、悪の権化、ギースハワードの番犬め。なんだお前は、何年かに1回湧くテリーカブレの一人か。失礼な。真っ当な人生を歩まないと妹さんが泣いてるぞ。テリーの人生が真っ当とはとても思えんがな。言われてみれば確かに。テリー、ちゃんと練習してきたんだから本気で戦ってよね。おう、見てるだけじゃ飽き足らず、ついに戦うようになったのか。まぐれじゃここまで来れないよ。いや、キングとマイがいれば来れるだろう、普通。キー、今言ったこと後悔させてやるんだから、覚悟、テリーボガード。あなた、なんでそんな変な仮面かぶってるの。変とはなんだ。これは変面といって、中国の伝統芸能である戦撃に用いる面だ。ああ、要するに能みたいなものね。けど私より目立っているのはいただけないわね。いや、能とは全く違うのだが。いいのいいの、どうせ私が勝って終わるんだし。じゃあさっさと始めちゃいましょう。お前嫌いだ。
ヤマトなでしこ、オンフジヤマクノイチ。何こいつ。あなたクノイチですね。私の師匠にしてあげます。はあ、なめてんのこのエセ忍者。お願いしてもダメですか。では私が勝てば師匠になってもらいます。何それ、意味わかんないわ。アンディ、日本出るときエアコンのスイッチ切ったっけ。いや、俺は何もしてないけど。どっちだったかな、いつも無意識にやってるから思い出せないのよね。おいおい、心配になるようなこと言うなよ。ああ、もう気になりだしたら止まらないわ。さっさと終わらせて北斗丸に電話しよっと。いや、そこは負けた方が電話すればいいんじゃないのって。まったく集中力が途切れる。お久しぶりです、丹先生。うん、見たところ修行を怠らずに精進しておるようじゃな。感心感心。ではちょいと修行の成果を見てやるとするか。はい、それでは参ります。ギース・ハワード、悪のゴンゲメ、俺が成敗する。うん、お前の剣はすでに見切っている。どうあがいても無駄だ。果たしてそうかな。おお、まだ見ぬ奥義を秘めているか。少しは楽しめそうだ。行くぞ。よう、熱血ボクサー、キックはやんねえのか。足はパンチを叩き込むための強力なエンジンだ。俺には必要ないね。言うねえ。だがそういうボクサーを何人もリングに沈めてきたぜ。知ってるよ、あんたの実績は本物だ。でもこれだけは言っておくぜ、俺には通じない。よっしゃ来い。ビリーのお兄様じゃないですか。殺す。よっ、グリフォン、久しぶり。久しぶり。いや、そのような奴は知らん。私は恐竜王、キングオブダイナソー。まあそうだった、悪い悪い。それじゃ無敵で行くぞ。ほら、テリー・ボガードか。少しは骨のあるやつも出ているようだな。ギース、お前を倒しサウスタウンから追い出す。ほう、また混沌とした貧民街に戻るか、伝説の狼。まるで町の繁栄は自分のおかげとでも言いたそうだな。へりくつは粉々に打ち砕いてやるぜ。だが事実だ。よう新人、ギース様の下で働くのはもう慣れたか。ええ、至らないところばかりでご迷惑をおかけしていますが。謙虚なようでもその目のギラつきは隠せねえな。いえいえ、決してそのようなことは。私に野望などありませんよ。ふん、一丁稽古つけてやるよ、先輩としてな。肉食獣ですか。なるほど、その佇まい、まるで獰猛な獣そのものですね。ああ、てめえも似たようなもんだろう。さて、何のことやら。猛獣を放置しては危険ですし、狩らせていただきましょうか。そうかい、じゃあお望み通り食いちぎってやるよ。未だにフラフラしておるようじゃの。ったく、なんだよてめえは、関係ねえだろ。いや、よくないぞ。若者が昼間からフラフラしておっては。昼間から酒飲んでフラフラしてんのはてめえの方だろう。ほっ、こりゃ一本取られたわい。てめえぶっ潰す。俺と当たっちまうとはな、運がねえな小僧も。なんか勘違いしてねえか、ここで終わるのはてめえだ。おお、やる気じゃねえか。なんだったら群れで狩りに来てもいいんだぜ。俺一人で十分だ。そうかい、ならガジンコで行くぜ。また任務かい。軍人さんは仕事熱心だね。感心するぜ。そう思うなら手伝ってくれてもいいんだぜ。あいにくこちらも暇ではないんでね。まあ報酬次第だな。それはその新スーツの性能によるな。こちらとしてもポンコツを雇うわけにもいかないんでな。言うねえ、後悔しても知らないぜ。おいお前、その腕はどこで手に入れた。なんだよいきなり。親切な会社にお世話になってんだ、変な言いがかりつけんなよ。まさかな、
何なんだお前、ロボだろ、バグったのか。うるさい。はあ、そっちが聞いてきたんだろ。後で調べる必要がある。あら、かわいい子。でも大会に参加するにはまだ早いじゃないかしら。なんで、クーラ強いよ背伸びしたい年頃なんですね。そこもかわいい。今クーラーを子供扱いしたでしょ。クーラー子供じゃないのに。あなたをやっつけて分からせてやるんだから、お手柔らかにね。今日は保護者同伴じゃないのかな。それとも潰れちゃったかにゃ。クーラーお前嫌い。ご安肉様、あたしもあんたのこと大嫌い。べー、もう怒った。カッチカチにしてやるんだから。へえ、できるものならやってごらん。あなたの未熟な力でどこまでできるか試してあげる。ハロハロー。ん？ヤッホー。君完成版だね。いいな、羨ましいな。何？何のお話？なんでもない。こっちのお話。よし、頑張ろう。オーラも今はポンコツじゃないんだよ。わあ、あにゃった。もしかして。ネスツのポンコツシルビーポーラポーラ。う、今はもうポンコツじゃないのだ。ほんとかにゃ。じゃあ試してやるから覚悟しな。う、やっぱり怖い。よし、しっかり自信を持てポーラ。おはよう。うわ、おはよう。そういえば試合だったね。お寝坊さんは怒られちゃうぞ。オーラのビリビリで起こして差し上げますです。はーい。ユウ、新たなマスクマン。恐竜絶滅を目論む秘密結社の刺客か。寸劇をする契約はないはずだが。おもれ、はぐらかしよって。私の牙で粉々にしてやるわ。なるほど、わかった。お前バカだろ。ガー。この大会も私たちの舞台の一つです。最高のステージにしましょう。異論はない。エンターテイナーとして至高のひとときを与えよう。はい、全身全霊を持ってお相手します。お前何をジロジロ見てんだよ。っていまいち表情見えてねえけど。いや、わけわかんねえ野郎だぜ。しゅんちゃんと戦う必要なくない。そんなわけにはいかないだろう。確か修行では俺の負け越しだったな。ブーブー、そんなことより一緒にお昼寝しようよ。言ってろ、少なくとも俺は本気でやるぞ。怪我したくなかったら俺を倒すんだな。おいガキ、試合が始まるんだ。さっさと起きないか。やっと起きたかい。じゃあそろそろやろ。殺すか。パン先生、お久しぶりですわい。先生はやめてくだされ、勤労士。お互い弟子を抱えた身、まだまだ頑張りましょうぞま、無理はせぬよう適当にやりましょう。そうですな。まあ、見事な氷炭。お、娘さん、新顔じゃな。一杯どうじゃ。娘さんって、おそらく私あなたより相当年上だと思いますよ。なんじゃと。ヒアルロン酸の効果かね。それより私も氷炭を使うお侍さんを知っていますよ。とても強い方でした。おうおう、そうじゃろそうじゃろ。冗談使いに半端なやつはおらんって。肉まん食べてきたでしょ。なんや、食べてきたけど肉まん好きなんか。当然。でもこの世界の肉まんはいまいちのばっかりなんだもん。あー、ほな今度神戸連れてったるわ。うふんまいで。ほんと？おう、久しぶりやな、アンヘルハン。はて、あんた誰だったかにゃ。何を言うてんねん。肉まん大好きアティナの恋人、シーケンス様やないかい。あー、半分思い出した。確か
アテナに振られ続けてるかわいそうな少年だったかにゃん。ほら、間違った思い出し方すな。しゃあない、コテンパンにして思い出させたるわ。ワイはやればできる、ワイはやればできる。よこそワイは告白するんや。どうしたのケンス、さっきから独り言をつぶやいてるみたいだけど、もしかしてこの前ケンスの肉まん食べちゃったこと怒ってる？お詫びに肉まんを作ってきたんだけど。なんやて？おー来たで、手作り気合十分なのねケンス。私も修行の成果を出し切ります。ラブさんは異世界の方なんですよね。こちらの世界に何か大切なご用でもおありなんですか？まあいろいろとね。それより君はあの少年と付き合っているのか？ずいぶん親しいようだな。え、ケンスのことですか？違いますよ、同じ修行仲間で大切な友達です。あの少年も大変だな。だがまんざらでもない。ラブさんは好きな方とかいらっしゃるんですか？あ、アースか？いや違うな。どうでもいい、試合だ、行くぞ。はい、アサミアテナ行きます。また随分と分かりやすい悪人の登場だな。正解でやんす。足は怖い通りまでやんすよ。悪いが全く怖さは感じない。肝皮系でもないな。うきゃ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 、すぐに恐怖を実感させてやるでやんす。うわぁ、お腹パンダ。おうおう、おちびちゃん、ひねりつぶしてやろうか。ほよんってしていい？なめてんだろ貴様。パンダか。あ、そういえばぷいぷい大丈夫かな。ムカつくせ、ガキといえども容赦しねえ。あら、遠いところからわざわざご苦労様ね。ナクルルに連れてきてもらったから全然苦労してないよ。そうじゃないわ、わざわざ滅ぼされに来るなんてご苦労様ということよ。え？私は滅ばないようにするために来たんだよ。イライラする子ね。まあ、綺麗な鳥さん。はじめまして、大橋のココです。パパイヤが大好物なの。こちらこそはじめまして。うちのママ母はネズミさんやカエルさんが大好きみたい。え、ああ、猛禽類ですものね。こちらの世界に来てからはハムスターというネズミさんをよく食べてますよ。ああ、はい。あとスズメさんもしょっちゅう捕まえてますよ。逃げてココ。自然を大事にしてるんだってね、えらいじゃないか。お褒めいただいてありがとうございます。でもそれが私の使命なんです。そうかいそうかい、可愛らしい顔を傷つけたくないんでね。今ここで帰るんだったら見逃してあげるよ。お気遣いありがとうございます。でも心配ご無用ですよ、あなたには負けません。はっ、言ってくれるね。じゃあお仕置き返ししてあげるよ。また親父が増えたよ。貴様、その先ただの人間ではないな。はいはい、そういうのはもう聞き飽きてるんだ。さっさとやろうか、親父は嫌いなんだ。ふん、そんなに負けを急ぎたいなら仕方がない。相手してやるか。そういう態度がほんとムカつくんだよ。主の復活経路には興味がある。ふん、高次元の歪みを利用せねば幕は飛び越えられぬ。なんだかとっても意味深ね。それが本当に意味のある言葉かどうか、あなたの体に聞かせてもらうわ。迷わない、そう口に出している時点で迷ってる。そうは思わない？思わないわ、私は自分に聞かせてるわけじゃない。でもあなた全然変わってないように見えるけど。あなたには分からなくても仲間には伝わっている。ふん、何それ。よう、楽しんでるか？いえ、大佐、作戦中ですので。はあ、まだまだ硬いな、お前さんは。
ですが大佐たちとの模擬演習は少し楽しいです。じゃあ一丁この俺が揉んでやるとするか。よっしゃ来い、上官らしいところを見せてやるぜ。では遠慮なく行かせてもらいます大佐。よう、プロレス好きの軍人さん。俺は休暇中だが、あんたは違うみたいだな。あいにく、いろいろ立て込んでるんでな。まあ、休暇ってのも考えものだな。オタクみたいに虎が猫になっちまうんだからな。言うね。どうやらこのラモン様の神髄を味わいたいみたいだな。いいだろう、どれほどのものか確かめて。あら、あなたね、人妻好きを公言する最強のルチャドール。誤解を生むようなことをいきなりわめくな。なんだてめえは、すっげえ美人じゃねえか。技のかけがえがあるってもんよ。じゃ、捕まえてごらんなさい。ついに来たこの瞬間、ユウを倒すために私は生まれ変わり、そして舞い戻った。ああ、この体に刻み込まれた無数の傷、この傷を見るたびに屈辱が私を支配する。何言ってんだお前。過去を捨て、古の竜となった私の技、とくと味わえ。あ、お前グリフォンか。くらー。むむむ、明らかに怪しいでござる。いきなり失礼なやつでやんすね。さては妖怪拙者、初めて出会ったでござる。あっしは人間でやんす。貴様もか、ちょいボンゲ。悪の道に戻るとは、その年で春季か。ボンゲ、キムの旦那。それがそういうわけでもなく。言い訳は無用だ、正義の鉄拳で公開を仕置きを敢行する。いえ。じゃん、再び悪の道に戻るとは、この私が許さん。キムの旦那、あっしらの人生だ、自由にさせてもらいます。ん、心に迷いが見えるぞチャンヨン。その迷い、我がテコンドーで断ち切る。なら正義の鎖を断ち切って自由な世界に羽ばたいてやるぜ。おお、お前さんか。キムの弟子たちをたぶらかしたのは相当な悪人らしいの。全ての元は揺らぎである。揺らぎこそが全てを創造する。何を言っとるのかさっぱりわからん。お前もまた揺らぎの集まりである。めんどくさそうなやつにはテコンドーをかますのが一番じゃ。キムちゃん、怖い顔してどうしたの。そういう挑発的な態度はやめていただきたいのです。いいじゃない、私とキムちゃんの仲なんだから。変な言い回しもやめてください。私には妻も子供も弟子もいっぱいいるんです。冷たいわ。でもそこが素敵よキムちゃん。